過去、現在、未来はどう区別しますか？順番は存在しますか？時間は進むだけですか？一方方向なだけですか？時計を止めてみましょう。推測はやめて落ち着きましょう。これから数分間、この刺激的な体験について考えてみることにしましょう。これが What if、 もしだったら。ここではもし時間が幻想だったらについてご紹介します。1915年、アインシュタインは相対性理論を発表。これは私たちの時間の認識を変えるものでした。この画期的な理論は、物理法則は動いていない全ての観測者にとって同じであると主張したものです。例えば、車があなたを通り過ぎるのを見る場合、車の乗客は車と同じ速度で動いているように見え、逆に乗客はあなたが止まっているように感じる理由を説明しています。一つだけ相対性理論の例外がありますが、それは光です。光は常に一定の速度で移動します。この2つの原則により、アインシュタインは時空として知られる時間と空間の関連について考えました。この難しいところは、一方が他方と比較してどれだけ早く動いているかによって時間の経過の認識が異なることです。この場合、どちらの時計が正しく、どちらが間違っているのでしょうか。矛盾しているようですが、どちらとも正しいのです。実際、世界には複数のタイムゾーンがあり、世界中の時計が違う時間を指しています。とすると、時間の経過は客観的または普遍的と考えるようになります。人間は忙しい生活を規則正しく、また皆と同じ時間の感覚で暮らす必要があるからです。時間は過去、現在、未来を区別するための便利なツールですが、これら全てが同時に存在するとした場合、時間の本質を把握するのは難しくなります。空を見るとケンタウルス座を見ることができます。これはわずか4光年と地球に最も近い星です。ただ、今あなたが見ている光は4年前のものです。この星が爆発した場合、4年後までそれを知ることはありません。宇宙のどこにいても光の速度は一緒だからです。あと一つの原則は、動きが速いほど時間が遅いということです。宇宙飛行士のスコット・ケリーが宇宙で1年間過ごした後、地球に帰った時、双子よりも13ミリ秒若かった理由が説明つきます。この2つの例を応用すると、4光年離れた惑星に宇宙飛行士を配置したとすれば、彼の現在はあなたより4年先に進んでいることを意味します。地球上の現在は彼の過去です。簡単に言うと、過去、現在、未来は全て同時に存在します。また、過去、現在、未来を全て一度に生きることも理論上では可能です。それはスポットライト理論という、スポットライトがその上を移動するかのように刻々と変化する絶対的な存在は一つしかないというものです。このように考えていくと、時間の経過が幻想なのではないかと思えてきますね。過去、現在、未来は単一のものではなく、私たちの記憶、経験や生活を規則正しくするため、今後を計画するために作られた幻想なのです。ただ、それはあなたがどこにいてどれだけ早く動いているかにより大きく異なってしまうだけなのです。あなたがニューエイジ、ノスタルジック、もしくは今の瞬間どれを好むかにかかわらず、あなたの居場所は宇宙のどこかに見つかるでしょう。そこに着くまでに何百年もかかるかもしれませんが、早く動けば時間通りに着くかもしれません。